僕はですね、ぺこたんという名前で、こういう漫画書いているものです。僕は任天堂信者ね。新スチャダラ大作戦を僕は聞いてます。みんな知ってるかスチャダラパーって。結構これ何度も言ってることなんだけど、 僕、あんまり漫画家とか、その人生に影響を与えた人って、そんなにいないと思う、そこまでは影響が与えられてないの、別に。まあ確かになんとなく手塚治虫とか、藤子、藤雄とかね、その辺に鳥山明とかに、もしかしたら無意識のうちに影響は受けてるかもしれないけど、なんかこれだっていうのがなくて、でも人生でおいて、僕にとって結構影響を与えたなと思うのは、やっぱこの、スチャダラパーのね、お三方なんですよね。 だって僕、まあ、よく言うことなんだけど、もしあの中学の時にね、そのゼルダの伝説の CM ソングでスチャダラが流れてなくて、スチャダラのこと知らなかったら、多分弁護士か東大行ってたと思うのよ。多分つがか、かなりの確率で。結局、生き様というその人生のベクトルをあそこでこっちに切り替えられたのは、僕の中では、割とあのタイミング、たまたまのタイミングかもしんないけど、スチャダラなんだよね。みんな知らないでしょ、僕がスチャダラパワーによって人生を変えられたっていうのは。 で、高校入って、僕は、その、コロコロコミックの投稿ページのスチェダラ通信にハガキを送りまくって授業中もハガキ書いて、そこでダントツトップになることで、コロコロコミックで漫画家としてもデビューできたわけですから、うん、結果的にはね、そういうことになってるよね。これはね、間違いなくね、 影響を受けたと言,言わざるを得ないというか、でも影響を受けたって言いながら僕がやってる活動がこれじゃん。だからこれはちょっと後ろめたさを感じてまして、あんまり表だって、その僕が影響を受けたっていうことって、こちらにとってマイナスになるじゃん。<laughs> え、なにお,お、お前ここのどこから影響を受けてそれやってんのってなるじゃん。うん。だけどね、まあ、これもね、ずっと聞いてんだけど、結構せち辛いというかさ、 面白いんだけど、世知辛いっつうか。もうこっちはね、僕よりも先行ってから、10年先を行ってんのね。だいたいスチュダのメンバーで10年以上、だいたい50ぐらいだから、もう40ぐらいで、ウェーイってやりながら、ニコニコしてた時代がもうすでに終わっていて、まあでも先人のそのね、尻尾みたいなのは、見てるだけでも勉強になって、もうこっちではもう管巻いてるから。常に管巻いてる。うん、もうその50、 すぎて、もう昔はね、な、夏大好きって言ってた曲とかも出してたのに、もう自分らはエアコンの設定温度はね、28度でね、とにかく体は、そのキンキンに冷やさないで、ゆっくりとね、その生きていきたいみたいなことを <laughs>、ネタみたいな感じでやってんの。でもいいんだよな。なんかいいんだよな。なんかわかるんだよ。そのサマージャムっていうのを95年に出したのね。で、95年のサマージャムは、 結構、いい感じのお兄ちゃんたちが、そば食ってさ、で、クラブだよね、とか言って、クラブでなんか、女の子を引っ掛けてみたいな、そういう歌なわけよ。結構こう、ウェイ、ウェイって渋谷系だぜ、ウェイっていう感じなのね <laughs>。ここではさ、もうこれすげえいいんだよ、だから。その、 そうだよ。95年が結構ピークだったんだから。一番忙しい時だったの。その頃に僕もスチャダラ通信投稿して、98年にコロコロコミックで僕は漫画家デビューですから。本当ね、その一番ピークの時にガツンとハマって、こういう風にちゃんと引っ張られたのがスチャダラだから。からこればっかりはね、しょうがないんだって。全部いいんだよ。この、フォーエバー・ヤングっていうさ、スチャダラパーからのライムスターって。僕、ライムスターって全然知らないのね。 ライムスター歌丸とかでなんかサンプラザ中野さんみたいな人いるじゃん。あの人と、軍団と一緒になってやってんだけど、これもね、すごいんだよ、もう。これ、あの、YouTube で見れるから、みんながジジイの格好をしながら若ぶってるミュージックビデオ見れるんだけど、それはね、ぜひ見てほしいし、何を言ってるかをよーく聞いてみてほしい。<laughs> 面白いよ、これ、うん。あとサマージャム2020も、いや、これね、マジでいいって。 うん。さっきのところだ。だから、つまりは、クーラーは28度に設定で、まだまだスカスカの予定。熱持ったタブレットでめくる夏の1ページ。キンキンに冷やして、布団に潜るなんて愚行は過去の話。マジで冷えは大敵。<laughs> 室内、屋外の温度差に注意。正解。水と少し塩分を。日射病いや、今は熱中症。最近ほとんど見なくない外で遊んでる子供。 <laughs> これをこう、あのー、ラップに載せてんだぜ。<laughs> めちゃくちゃいいよ。だから、サマージャム95と、このサマージャム2020を比べると、その、ところどころ同じところがあるのミ。ミュージック的にも同じのがあって、だから今、50歳なんだから。で、でも、面白いんだよ、それが。すごい面白いの。 すごい。そう、いいよね。これをちゃんとさらけ出してんだよ。結局、その、こういう人たちってな、自分をさらけ出してるから、だから僕もちゃんとさらけ出してん、正直に。うん、こっちも似てるところあるんだよ、だから。僕、ちゃんと影響を強く受けてか。ね坊主さん、だから僕、影響を受けてるって言ってね、いいんですよね、多分。一回どっかのタイミングで聞いたことあるの。僕、すごい、その、影響を受けてることを、言うとなんか迷惑かかるかなと思って、あんまり言えないんですけど、いいんですかね、って、どっかで。いや、全然言っていいよって言ってた記憶があるんだよ、その時は。 いや全然その、俺らも実はその漫画家とかに影響を受けてるんだよって。だから別にその、ヒップホップとかそういうなんかラップとかにも影響っていうよりかは、もマトさそのガロとかでやってたね、まあ、三浦淳さんとかに影響を受けて、こうして今、こういうことやってるから、別にそのジャンルによってか、すごいいい答えだよな、これ。これを言ってくれたんだから、あ、だったらいいんだなって。いや、本当だよ。なんかの時に言ってくれたんだよ、それ。 これは間違いない。確かもう忘れてるかもしんないけど。全部がそういうなんかね、ちょっと哀愁が入ってるというか、この、まあ、多分スチャダラパーとしてのそのビジネスの売り上げとしてもさ、まあ90年代がいって、多分今夜はブギーバックあたりがピークで、みんなにキャッキャッされてる時代で、その頃の曲っていうのは、もう金がいくらあっても税務署は俺をマークしろみたいな、やい税務署俺をマークしろみたいな。 いくらでも買っちゃうぞみたいなやつなんだけど、それからのこう、だんだん緩やかにやりながらも、ちゃんと活動を続けていて、っていうところが、で、今これじゃん。で、今これで、このタイミングで30周年で、で、これを出したっていう、なんかこの、で、面白いんだよ、本当に。そこが面白いんだわ。だからみんな結局、世の中の人にはちゃんと、すっちゃたらフォロワーの人僕を筆頭にね、いるわけだから、こうして。で、面白いって言ってんだからいいんだよ、それで。 それの生き方がいいから、か僕も別にそういう感じじゃん。別に、あの、ほくんどのやつが、そっぽ向かれても別に大丈夫なわけ。あこれね、おすすめなんでね、ちょっと騙されたと思ってね。で、ちゃんと、まあ、パーッと流して聞いてると、なんとなくのこう、リズム感しか伝わってこないけど、一通りね、5、6回ぐらいループで、ポーカーしながら聞いた後に、ちょっとこれを片手に、こう、見ながら、こうやってやっていくと、なんか、ガーッとこう、<laughs> この時期、 で、僕がね、意図的にやってることを教えてあげます。今、こうやって自宅待機っていうすごいあるじゃん。自宅待機で、で、こういう世の中が来てるっていう時に、これ。のね、時代と音楽をマッチさせると、それを聞いた時にその時代をね、蘇らせることができるの、心の中で。それってすごく良くて、まあ、ゲームもそうなんだけど、だから僕は、その、なんかが出た時に、そのゲームすぐやるじゃん。 で、そうするとそのゲームはあの時代っていう、こう関連付けとしてやれるから、から僕は今、例えばスチュラのその辺の昔の曲を聴くと、あの頃90年代の高校生だった頃の自分みたいなのが、こうグーッとこう蘇ってきて、ああ、あの、通学路の、ここで聞いてた、これ通学路の、あれは、やだな、もう戻りたくねえな、みたいなあって、これは今、まさにこのコロナの自宅待機の時にずっと聞きまくりながらポーカーしてたっていうのと、今紐付けようとしてるから、ずっとポーカーしながらこれ聞いてんの。 それすごいんだよ。これが多分また10年先とかにこれを聞いた時に、ああ、あの時やったやった、あの時ああいうふうにやったから今の僕がね、こんなに金持ってんだろうな、みたいな <laughs>、っていうのがあるから、そういうことなの。これはぜひね、皆さんもやってほしい。だから、もう昔のばっかり聞いてる人もいるかもしれないけど、僕がさ、恵まれてるのは、まさにまだ現役でこの人たちがやってるってことなんだよ。 当時中学生の時を追いかけてたやつが現役で普通にコンスタントに新作を発表し続けてるっていうこの恵まれた環境。これは非常にいいね。ありがたいよだから。もう内容なんてね、はっきり言とね、どうでもいいんだよもう <laughs>。内容じゃないの。生き様なんだよもう。そして面白いから。あの、捕まってないし。まだコカインとかでも捕まってないし。すごい良いよそれは。 僕もそうげちゃんとこうして上げ続けていってるし、なんなら僕もちゃんと活動を続けてるから、これ見てる皆さん、感謝してほしい。僕もなんだかんだ携帯を変えながらも、ずーっとつ続けていってるじゃん。そしてね、もう一つね、まあ、この話をしたら、その避けて通れないのがね、こちらですね。そうかっこいい。これはですね、小沢賢治です。小沢賢治 小沢健けの息子です。スチャダラパーといえば今夜はブギーバッグっていうのが一番多分売れてると思うんだけど、それを一緒にやってたのが、この小沢健けで、これがその息子を自分の息子を多分ジャケットにしてる、こっちも割と最近出て、あの、誕生日プレゼントでくれた人がいてさ、これもね、まあなんだったら割とちょっとちょっと前の時代にリンクさせようとしてるから、僕のこれが出た頃いつだっけ去年の末ぐらいには結構これをずっと聞いたことがあるの。だけどね、これがね、 ちょっと言葉を選びたいんだけど、いや、僕、結構き聞いたことあるよ。いろいろ聞いてるよ。あの頃なんか、子猫ちゃんがとか、なんていうのかな、イケメン風吹かしてて、王子様みたいに言っていて、私の子猫ちゃんがどうのこうのって歌ってた、あの、フリッパーズギターとか言って、小山田圭吾と一緒に、ちょっと洒落た、しゃくせいやつやってた小沢健二が、東大卒のね。もうね今となっては これまたいい具合に発酵してるの。こっちとは違う感じで発酵していて、で、自分の子供とかが、もう、その、今の自分の幸せはもう宇宙なんだ、みたいな。<laughs> この宇宙の一つで自分は感謝と共に暮らしてるんだ、みたいなことになっちゃって。あ、こういう風に進化するんだって。あの、た、かけ育てた時はさ、リザードになるってわかんないじゃん。あ、こういう進化の形になるんだな、みたいな。<laughs> ちょっとね、し、思想が入ってるけど面白いっていうのは面白いんだよ。ちょっと皮肉も入ってるの、だけど。 僕がこれでね、すごい好きなのは、なんか、じゃあこれもね、じゃあ皆さん、歌詞を読み上げさせていただきますけど、僕がこの、小沢健二のこのアルバムの全部を聴きまくった上で、ここの歌詞が一番グッときたなっていうのはですね、うんうんってうなずいちゃったもんこ。こいつやべえなって思ったもん。 こんなことをね、ポップなメロディーにね、乗せて歌ってんじゃねえよって思ったのがですね、あ、もうわかんないこれ。これもうわかんない。こ、こういう歌詞カードやめてよもう。どれがどれだかわかんないんだから何曲目とか。これですね。可愛い人たちはどうしてでしょう性格がめちゃくちゃに悪いよね。つけ上がらせてる世の中のせい。このね、ここの部分の凝縮してるのは、これは非常に やっぱりね、世の中の可愛い人たちっていうのは、性格がめちゃくちゃに悪いんだって。<laughs> 小沢賢治は気づいたんだって、それに。長い年月をかけて、多分いろんな人と付き合ったりして、気づいちゃったんだろうね。性格めちゃくちゃに悪いよね。付き上がらせてる世の中のせい。<laughs> なんか一説によると、まあ確かにアイドル系の人たちと付き合ってたみたいな話もいっぱいあるし、あとなんだっけな、これってあの人のことなんじゃねえかな、みたいなのもあるんだよね。えっ、ー、と。 僕の彼女は君を嫌う。君からのファックスを隠す。雑誌記事も捨てる。その彼女は僕の古い友と結婚して、子供を産んで育て、離婚したとか聞く。<laughs> こういう人とお付き合いしてたから、そういう風に思っちゃったっていう。ああ、この人もいい,ぐらいにねじくれてんだなっていう。小沢健二さんももう50歳になって結構ねじくれてんだなってい。いろいろねじくれちゃってるけど、でも息子への愛は無限大でさ。 もう、<laughs> すごいね面白いんだって。<laughs> ほんとね、この辺を追いかけ続けるのは僕はね、良かったと思うよ。めちゃくちゃいいよね。いろいろあんだよ、きっとこの人たちにも。でも結局結論は可愛い,い人たちは、なんでこんなに性格がめちゃくちゃに悪くて、それはみんながチヤホヤして、ちっつけ上がらせてるから、みんなのせいなんだよっていう、究極の真理にたどり着いちゃったんだよ。小沢健二さんもさ。こっちにもそういう系のこといっぱい入ってるから。<laughs> だからすごい。もうこれ全部聞いちゃうよ。僕はこの時代とこの曲たちをね、リンクさせていって。みんなも聞いてくださいね。なんならこれ、まあ、本当は CD 買った方がいいけど、売り上げ的には。だけどまあ、結構 MV 見れるやつあるから。その辺だけでもね、とりあえず、Forever Young もとりあえず見といた方がいいよ。面白かったもん。よく聞いてごらん。 しっかりとこう、何回も僕はポーカーしながらだから、なんならポーカー3時間とかかかるから、勝手にリピート再生して、3週ぐらい聞いてくから、そうすると全部入ってくるから。